ヤブランは、キジカクシカヤブラン族に属する、多年草。別名リリオペ、サマームスカリ、コーギレ、プラティフィルラとも呼ばれる。中国植物名は、ノギオード麦冬。和名ヤブランの由来は、ヤブにハエ、葉の形がランに似ていることからこの名が付けられたと、言われている。地方により、鉄砲玉、猫のメイジャガヒゲ、インの尻尾などの地方名でも呼ばれている。外国名は、 英語で、ビッグ、ブルーリリーターフ。漢名では、麦門冬と書かれ、小樹蘭は御用とする説もある。東アジアに分布する。中国や朝鮮半島、日本では、全土、主に、関東以西の本州、四国、九州、沖縄に分布する。山野の林内で樹木の下草として自生する。庭園の日当たりの良くないところの下草や、 縁取りなどに植えられている。多年草で多数の葉が群がり大きな株になる。根は、レンジ状、葉は、根なし、草丈は30から60センチメートルほどになる。葉は、能力色で線形、厚くて光沢があり、長さは30から60センチメートル、幅は7から12ミリメートルと細長くて、7から11本の葉脈があり、咲き渡れる。開花期は、夏から秋。 株の葉の間から多数の花形が立ち上がり、高さは30から50センチメートルになり、花形上に長さ8から12センチメートルの水上花状を形成して、多数の泡紫色の小さな花を蜜につけて咲かせる。花の花皮片は楕円型で6枚、おしべは6本、めしべは1本からなる。脂肪は平たい円盤状で花の上から見え、一花柱があり、 果中の先端は避けていない。脂肪の中には6つの胚種が入っている。やがて秋には直径5ミリメートルほどの球形の種子を露出してつけ、光沢があってまるで果実のように見え、熟すと緑色から黒脂色へ変わり目立つようになる。ブらんの果実は皮が早く落ちて種子がむき出しになる変わった性質を持っている。種子は 一つの花から普通にから四個ぐらいが固まって育つ。ガーデニングの素材やグランドカバーとして広く用いられている。園芸品種には不入りの早や白葉の品種があり、庭の木陰で栽培され、柿以外にも干渉される。鉢やプランターに植えて楽しまれながら増産して用いられたりする。根の防水状に肥大した部分はベータフィトステロール、粘液質。 ブドウ糖などが含まれている。一般に、粘液質は、皮膚や粘膜面に付着して薄い膜を作り、外部の刺激を防いで炎症を沈める効果があると考えられていて、漢方では、滋養競争を、喉の腫れ、咳を沈める賃咳の目的で処方、廃材される。3から5月頃に株分けする際や夏に、髭根の肥大した開根を採集して、水洗いして天日干ししたものが、 木薬となり、麦門冬と呼んでいる。麦門冬は、同じ仲間の植物で、小型の蛇の髭、ヒメヤブラン、コヤブランの開根も、同様に呼び、薬孔も、同様に取り扱われている。滋養競争や、病後の体力回復、風の咳止めに、喉の腫れに、麦門冬ついた治療5から1 0ムを、約 600cc の水で半量になるまでとろびで、煮詰めて煎じた液を、 食感3回に分けて服用する用法が知られている。乾燥したところを潤しながら熱を取る薬草で、咳や喉、鼻光、口の乾燥に良いと言われている。手足がほてりやすい人には良いが、寒がりや冷え症の人への長期連用は禁忌と言われている。ありがとうございます。